韓国で、歴史歪曲として物議を醸している JTBC 土日ドラマスノードロップの放映中止を要求する国民請願が登場し、同意者数が30万人を突破した。去る19日、韓国大統領府の国民請願掲示板にはドラマスノードロップの放映中止請願という文章が投稿された。投稿者は該当ドラマは放映前から民主化運動を蔑視する内容で波紋を広げた。当時、制作スタッフは全くそのような意図はないとしていた。しかし、一話で女性主人公はスパイである男性主人公を民主化運動の学生と誤認し、助け出したと主張。また、民主化運動当時、根拠なくスパイとして拷問に遭い死亡した被害者が明確に存在する。こうした歴史的事実にもかかわらず、こんな内容のドラマを制作したことは、民主化運動の価値を傷つけるものだと考えると訴えた。さらに、該当ドラマは OTT サービスを通じて世界各国で視聴することができ、外国人に民主化運動に対する誤った歴史観を植え付けかねないとした上で、これ以上、放映を強行してはならない。韓国は厳然な民主主義国家であり、こうした民主主義は努力なしに成り立ったのではない。多くの苦痛と犠牲を通じて勝ち取ったのだ。約30年が過ぎた今、民主化運動の価値を傷つけるドラマの放映は当然中止されるべきであり、韓国文化の影響力が拡大する現時点で放送界も歴史歪曲の深刻性を改めて考えるべきだと主張した。該当請願は20日午前8時頃、同意者数が23万人を突破。大統領府が回答する基準の20万人をはるかに超えたが、さらに同意者が増え、韓国メディアマイデイリーによると21日午前7時基準で30万人を大きく超えたという。さらに、報道通信審議委員会にも500件を超えるクレームが寄せられていると報じられた。これを前に、16日に開催されたスノードロップの制作発表会でチョヒョンタク監督はスノードロップは1987年を背景にしているが、軍部政権や大統領選挙政局という状況以外は仮想の創作ものだ。このように創作をした理由は、物語の中心であるスホとヨンロの切ないラブストーリーのためにフォーカスされているとしながらその他は仮想の話と説明していた。しかし、初回放送後、作品を取り巻く歴史歪曲論争が再激化。ここに、ドラマスポンサー企業への不買運動が加わり、一部のスポンサーは広報及び協賛について謝罪し、支援撤回の立場を示した。インソン、チャンヒョンスン、ピョリンら、ウォッチア音楽バラエティダブルトラブルのオンライン制作発表会に出席。BTS、防弾少年団、画報公開。Vogue Korea & GQ Korea の2022年1月号で表紙飾る。JTBC ドラマスノードロップ側、騒動に対し立場明かす。ドラマは権力者に利用されて犠牲になった彼らの個人的な叙事を見せる創作もの。男女主人公が民主化運動に参加したり導く設定は台本に存在しない。歴史歪曲や民主化運動蔑視への心配は今後の展開で解消されるだろう。見守ってほしい。